金目鯛の煮付け目玉に金箔があしらわれている。金目鯛は、金目鯛目金目鯛下に属する深海魚。世界各地の深海に生息。木が金色に輝き、魚体の色が赤いことから、金目鯛の名があるが、マダイやクロダイなどの鈴木目鈴木キアモ下とは異なる種類である。金目鯛属には、金目鯛の他に、南洋金目、風船金目の2種があり、 体型や特徴が微妙に異なる。食味は、金目鯛より劣るとされ、市場価格もやや低めだが、切り身として販売される場合は、金目鯛として流通していることも多い。旬は冬だが四季を通じてよく油が乗っているため、煮物にすると特に微味であるほか、白身であらゆる料理に利用できる。身は柔らかく、小骨が少ないため、老人や子供にも食べやすい。 しかし、春が陶器であるために、好天の影響を受ける量の安定性が確保できないこと、扱う漁師の減少などの影響で漁獲工も年々減少し、水揚げが最も多い伊豆半島などで、地産地消の一環で、ブランド化して、価格の高騰と流通量の減少が続いている。食料として見た場合、金目鯛の体内に含まれる、微量の水銀に注意する必要がある。 厚生労働省は、金目鯛を妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、1回に食べる量を約 80g とした場合、金目鯛の接触は週に1回までを目安としている。ありがとうございます。